あなたは親友が自分以外の人と楽しそうにしている時に嫉妬に近い感情を感じた覚えはありませんか？今回紹介するスレは無自覚ホモのホモの目が芽吹いていくという素晴らしいスレです。寝起きに友達の寝顔にキスしそうになったわいみたいな人には共感できる内容ですので、それでは最後まで深淵を覗いてみていってくださいね。それでは始まり始まり。ホモじゃないけど親友が好きすぎるやついる？些細な LINE 来るだけで HP 全回復するんだが、 LINE 来ない日続くとそわそわする。遊ぶ日の前日とか寝れんくなるわ。相手はイケメンなん？可愛い系のイケメン、ちょっと地味めだけど逆にそこがいい。抱きつかれたらどう思うんや？嬉しさと同様でヤバいことになるわ。親友の裸見たいと思う？見たい。でも一緒に銭湯とか行くんだけど眩しすぎて見れんわ。ここまで見る限りどう見てもホモないっち。それでも本人はホモじゃないというので温かく続きを見ていきましょう。ホモやん、バイやろ。これはのんけ。わい、友達とリアがマジで頼ってしまう。友達のあそこしゃぶりたいと思う？しゃぶりたいな。気持ちよくなってる顔見たいわ。実際は気持ち悪がられるやろうけど。正体を表したね。ホモじゃん。最高ホモ。ホモでは？わかるわ。お互い社会人やけど土日とか遊びに誘いたくなる。マジでできることなら土日両方遊びたいわ。でも向こう彼女いるし、そんな中でマメに LINE くれるだけでも嬉しいんやけどな。もう縁なくなったけど、そういうやついたわ。なんなんやろあの依存性。そんなあなたは潜在的ホ。そしてホモ臭をプンプンさせるスレの匂いを嗅いだムッチムチミツバチみたいなサイコホモのお友達がスレにやってきた。ワイも付き合いたい。好きすぎるんご。ハグしたい、キスしたい、愛し合いもしてみたい、しゃぶりたい。性欲はあるけど結婚したくないわ。女さんにはあの高揚感を味合わせてもらえない。彼女いた時は嫉妬の海やった。結局のところホモでは？親友とエロいシーンある映画見るとき、映画じゃなくて親友の反応を観察してそう。あるあるすぎて草。彼女とののろけ話とかラブラブな写真も本当はムカつくけど、親友の普段見れない一面見れて興奮する。ホモでは？彼女との熱烈ラブシーンを想像して抜いてそう。小動物系イケメンやから全然想像がつかなくて、それがまた興奮するんや。クオレハ、あるあるを思わせてのんけのふりしてる巧妙な38ホモですね。そしてノラのお友達ホモ ID170 ネットが一致とともに感情を爆発させる。おてて繋ぎたい。本当に好きやわ。そのために女ホルモンドル。なんかもう、もしかしたら向こうも好きなんじゃないかって錯覚するようになってきたわ。ストーカーの気持ち、わかる。すげえわかる。実際そんなことはないんやけどな。なんだただのホモか。わかる。しゃぶりたいかどうかはグレーなんだけど、しゃぶってって言われたらためらわずにしゃぶれる。すげえわかる。彼女から LINE 来るより、友達から LINE 来る方が、キュンキュンする。ワイが女になれば解決や。なれないぞ。危険にしかなれないぞ。それでも愛してくれれば。男のままなら普通に友人として愛されるけど、危険になったらドン引きされるに決まってるやろ。そんな私でもいいって言ってくれたぞ。そういうしかないやろ。別にそうなったらお前を女として愛するなんて一言も言ってないやろ。そうなんかな。本気でその言葉にすがってるなら質問を変えて聞いてみろよ。女として愛せる？と。まだ女じゃないから無理や。自覚ないだけでお前はもうホモだよ。ガチの恋愛相談始まってて、ぐさ。Y 以外のやつと喋ってると、ぐっそ嫉妬する。常にツイッター監視してる。わかる。女になりてぇなぁ。なろうぜ。親友 DS ものとかいうホモを認められないホモの吐け口つき。そして、醜いプレスでマウントして、スレを乗っ取ろうとする ID170 ネットが、一致に語りかける。何歳や？自分も親友も、23。付き合おうぜ。すまんな、親友一筋や。親友かや。うわぁ、恥ずかしいんご。応援しとるで。おっ、素敵霊気やね。ここのガスト資産やぞ。本当、性欲の勢いで抱いてくれないやろうか。Y はイケメンで後輩で素直って属性に弱すぎて、そういう連中何人かキープしてるけど、ホモだと思われてるわ。素直属性、ほんと好きすぎる。真正面から、お前、優しいな、とか言ってくるから、惚れる。ホモだと思われてる、×ホモ、丸。R に追加を入れるその瞬間まで、ホモではないで、シュレディンガーの猫状態や。
猫だけに。ホモじゃないけど、ホモ。親友には普通に結婚して家庭を持って幸せに年を取ってほしいが、やはり自分は結婚には興味持てんな。あなた、ゲイよ。ホモやいけ。ホモじゃないけど、もし自分が女だったらモテモテだし、多分友達と付き合うだろうなーって考えてるやつ、多そう。わかる。それ、お前やろ。ワイは親友のために女になる。親友も、そのうち結婚するんやろうなーとか考えると、苦しくなるわ。つらい。一生親友たちと遊ぶだけの人生がいいわ。そのせいで就職とかが鬱になる。ワイは結婚して子供と3人で暮らしたい。レベル団地やん。ごめん、ついていけない。すまんな。結婚したい。女に生まれたかったわ。多分メンヘラなんやろうな。ワイもメンヘラやから、親友が彼女作ってたり、他の友達と遊んでたら嫉妬してまうわ。ホモ的なことは吐き気するけどな。ID170 ネット2期、ずっとスレにいてくさ、普段共感できない分、一致のホモスレの居心地が良すぎるのか、一向に離れる気配すらない。そんな中、一致の感情は収まらず、意中の相手への気持ちが爆発する。ちょっとアホで、そんなことも知らんのって質問してくるの、かわいい。かわいいな。ホモじゃん。ホモじゃない、ワイは女なんや。人遣い荒いし、どうせ他のやつにも頼ってるんだろうなって思いつつも、頼み、断れないんご。頼まれるうち、花屋で。フォローしようと思ったけど、完全にホモ、もしくは、性同一性障害やった。やっぱ、そうなんかな。O72 のおかずは女やし、親友以外の男の裸は、嫌悪感しかないんやけどな。バイセクシャルやん。Y は、お前さんのレベルやと思うわ。依存と支配欲みたいなのが共存してるんだよな。支配欲は、かなりあるやろうな。依存自体も、支配欲から派生してるとこもありそう。昔、そういう時期あった。でも、彼女できたり、プライベート充実するとどうでもよくなる。悪く言うと、疎遠になったのかな。人肌恋しいだけかもしれんな。付き合いたいな。友達が女体化したら、余裕で抱けて結婚できるやつは、ツーアウトや。寛容すぎ。入れたい？入れられたい？悩むのと興奮するのとで、頭パンクしそうになったわ。ちなみに、同じ思想してる人とか、周りにいるん？意外と多いらしいやん。おらんな。周りには隠してるん。相談できる友達はおる。よかったやん、一人でもおると気が楽になるやろ。せやね、女の子でワイのこと好きやから辛いやろうけども。でも気持ちわかるわ。久々に LINE 来ると心臓ドキドキして名前呼ばれたら女友達より嬉しい気持ちになる。わかるよな。なんやろうな、あの名前呼ばれた時の気分。ホモを隠す気なくて草。振られても諦めつかんやろうな。ほんまに告白されると辛い、心が痛くなる。ワイは女なんや、女の子は友達としか思えん。親友を養いたい、散々甘やかして、ワイなしで生きれないようにしたいわ。ワイは強制したい。すでに喉仏と声はオペ済みや。ひえ、好きすぎてヤバいから、絶交した。ホモ、多すぎでしょ。確かに、仲良い親友がいると、本音も言えるし、いつまでも一緒にいられますよね。恋愛は人それぞれ多様性があり、同性愛者でも気にせずカミングアウトできる2ちゃんみたいな場所は素晴らしいですね。男の子なら誰しも無性に棒状のものをしゃぶりたくなる時はあるものです。断定ですので、あなたもこの動画に対するコメントや似たような体験談を皆に共有してあげてくださいね。コメントも読んでいくと面白いので、チラ見と書き込みをよかったらしてください。また2ちゃんにはこのように面白いスレはたくさんあります。このチャンネルでは面白いスレを紹介していきますので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録をお願いします。次に表示されるボタンをポチッとしていただければ面白動画をお届けします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。